すいません、すいません、ごめんなさい鍵忘れて、ヤンキーやな。ということで今日も今日って見ちゃうクロスフィットクロスフィット T シャツですか。はい、今日はクロスフィットでやらせていただきます。何時までおった入場番？何時までかな、そんなでも遅くないって言ったの。 7時ぐらいに起きたんかな。7時ぐらいで2セットしてもう一回、うん、整った。7時半ぐらいには多分帰ってんじゃん。1位です、今のところ入場番。これ左でいいよ。いやいや、入場番1位だ。入場番1位あれ超えるとこ教えてよ。それ八尾倉、八尾倉見てないやろ。だから施設とか総合力で、そのサウナがどうとか。いや、それはそうやな。そう、施設力で言ったらやっぱあっこら辺埋めたのがすごいな、でっかくでやっぱ、うん、でもその漫画とかそういう仮眠室とかの総合力はでも大統領の方が上やな。仮眠室あった、ニュージャパン？あったけど、うん、漫画のところはなかったな。あ、そうなんだ。だそういうところもいろいろ、で一日時間潰すやったら大統領やな、別格で。なるほど、なるほど。全部込み込みの値段やしな、あれ、うん、そうやな。まだまだ吸って、そういうことか。サウナのあの屋上のやつがちょっとエグすぎたからね。ジャパンプライベート、あれはすごすぎ。あれを経験してしまうとちょっとあそこに病みつきになってしまうここ右、ここ右、なんなんここ。体重に乗り続けるっていうところと、うん、あとはやりすぎたな、食べすぎたなとか、この間ジュージューカルビ行ったやんか、うん、の次の日やっぱりコントロールしてたら一日バコンって食ったとしてもすぐ元に戻せる。全然戻るやろ、うん、戻るし、むしろ痩せへん。痩せて、いきなり俺バンって痩せへんけど、うん、あのその後気をつけたら痩せれるし、昨日も夜はあのめっちゃ腹減ってたから、あの蒸し鍋むっちゃ食っても、普通に今日朝蒸し鍋食いまくってから、うん、体重計乗って84.7kg とかやってるけど、朝起きた 83.5 やったし、うんこしてないの、うん、あ、やっぱ水分とかでそういうのが大事。うんこしてから測らない。え、でんかってん、今日その朝1時まだまっすぐ、うん、だから、まあ、結構ちゃんとリーンなもん食ってたら、それ相応の結果出てくるなっていうのが見えたから。いや、ほんま食べ物やろ。体重乗り続けたら俺今回うまくいくかもと思った。食べ物やろ。食べ物って食べ物もやし、そのコントロールできるっていうのやろ、うん、気づか、体重計乗ることによって意識が芽生える。そうそうそう、うん、あれ大事、うん、で、原因わかんねんな、すぐ、うん、昨日あれ食ったからこうなったやな、うん、みたいな。だからそういう意味では、うん、今現在 83.5 なんで、なんとか78まではまず行きたいな。いや、もう80キロ切ったなんて俺 この過去 3、4年ないからね。いや、食わんかったらいけないやろここが直営店舗らしいよ、エニタイムフィットネス。あ、直営の。そうらしい。だからもうタケノコとか関与してる。うん。ってことで今日はこちらでトレーニングしたいと思います。なんで今更直営って言ったんすか。知らん。でもやっぱ豊中スイートマーケットって多分すごい大阪の中でめちゃめちゃいいんじゃん。だって豊中とスイートやったらエニタイム多いやん。ウェルシア2階エニタイム。相当すごい綺麗だ。そう、行きますか。入れる？まず入れてもらえる？入れやる。はい、開きました。
can control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm sorry, I and I start to clap. Cause I'm feeling good. My room is empty. And a snare drum bang on it. によって違うんかも。じゃあいただきますね。いただきます。でかっ。それはもう脂質たっぷりやで。鬼脂質やで。それは、うん、うまい。どんなか見せて。どんなの。うまそう。いきます。急に雨がめっちゃ降ってきたからちょっともう車を回してこいという。あガチャガチャ濡れるとかが本当に嫌です。なんでそんな雨に濡れるの嫌がるの。濡れるのが本当に嫌です。なんでなあの濡れるのが嫌なんです。そうね。はい。コストコどうやった。最高。あOh my goodness! 気をつけて。耳鼻科頑張って。耳鼻科頑張って。はい。じゃあね。See ya! お疲れ。This is a song for those who wait, for those who can celebrate.最近は週に3回、4回時間見つけてコンサートに行ってるんで、まあね、トレーニング続けてるだけじゃなくてね、ちょっともう体重もしっかり毎日測り出したんで、最低2日に1回は体重計に乗るようにしてるんで、ちょっと体重計に乗り続けてどこまであの意識が変わるかっていうのを今、まあ、めちゃめちゃもうシンプルなことなんですけど、ちょっとやっていこうと思ってます。毎日 iPhone のヘルスに体重乗せて、同じ時間に朝起きたら乗ってっていうのをちょっとやって、もう万年僕シックスパックは出てこないポヨンポヨンフィッターなので、ちょっとそこで今年はしっかりできたらなと思ってます。毎年夏がやってくる前に痩せたい痩せたいと言ってるんですけど、なかなかうまいことはいかないんですけど、そうですね、なんとか、まあ、あのピーク3月の20日の3連休の時に友達の結婚式で沖縄に行ってて、そこでもう爆食いして死ぬほど食べたので、そこで 84.8 とか言ったんですけど、人生マックス体重まで超えたんですけど、今 83.5、 今日 3.5、 1ヶ月で、まあ、1ヶ月1キロとかなんだか落ちたんで、まあちょっと遅いですけど、もうちょっと2週間に1キロぐらい減ってくれたらなと思って、ちょっとやってみたいなと思います。今から家帰ってご飯作って、子供迎えに行ってっていう感じの今日は夕方でございます。